はい、それでは後半の方を始めましょう。今日はちょっと鬱陶しい天気ですけれども、あと75分頑張りましょう。それで、先ほどお話ししましたように、この諸行関数の話の中で、この逆関三角関数の定義について一応述べております。で、三角関数は皆さんよくご存知だと思うんですが、その三角関数 その逆を考えようというわけなんですけれども、皆さん、直感的にこう分かると思いますが、この三角関数はどれも1対1の関数ではないわけですね。そうすると、1対1の関数に対しては逆関数を作れるんですけれども、一般に1対1の関数でない三角関数では、そのままではその逆関数がうまくいきませんので、ある程度少し再考して考える必要があるわけです。でそこで、どういうことをやるかというと、その定義域をある区間に制限すれば、その範囲でこの三角関数が1対1と見ることができますので、そこでその三角関数の逆関数を考えるということです。そうすると、定義域を制限した三角関数を考えます。で、三角関数3種類ありますけれども、まず、順番に、sin x は、x がマイナス2分の π から2分の π の範囲で考えましょう。まず sinx を、マイナス2分の π と2分の π の間で考えます。で、次に、sinx です。が、x が0と π の間で。で最後に、タンジェント x は、x がマイナス2分の π と2分の π の間なんですけれども、端点を除いて考えます。
まあ、外力の図はこんな感じでグラフはこんな感じだと思うんですけれども、でまあ、このようにそれぞれの三角関数においてその定義域を制限して考えますと、これらの関数は全てこの定義域の範囲では単調ですので、1対1になるということで逆関数を持てるようになるわけですね。でこの定義域を制限した各関数の逆関数を持って、その逆三角関数というのを考えます。一応、まあ、皆さん大体ここまで来ればすでにお分かりかと思いますけれども、確認のためにその逆関三角関数 その定義域とそれから値域とそれからグラフについて、確認しましょう。この他の関数は書き方もいろいろありまして、例えばF の逆関数を F インバースと書く流儀に習って、sinx の逆関数ですから sin のマイナス1乗の x というふうに書く場合もありますが、大体その数学の微積分の教科書を見ますと、そのマイナス1乗というと何分の1という、書き方とその混同する恐れがまあ、あるということで、例えばだからサインのマイナス1乗 x と書くと、まあ、サイン x 分の1を指すのか、あるいはアークサイン x を指すのか、混同する場合があるということで、逆関数に、逆三角関数については、このアークサイン x というふうに書く、のが、まあ、よくやられる手のようです。でちなみに、このアークですけれども、まあ、英語なので、その、円弧ですね、円の弧を表しますね。だから、その、まあ、サイン、その、サイン X といった値から逆に、その角度、角度というのは、すなわち、その、円周での円弧の長さから求まるものですね。まあ、そういったものを表しているような、表記になります。で、実際に、グラフを、書いてみますと、まあ、このグラフを、直線 Y コレンジでヒュッとひっくり返すような感じになるんですが、どんな感じでしょうか。こういう形のグラフになりまして、で、定義域が、マイナス1と1、それから値域が、マイナス2分の π と、分のファイルを探検とする結果という形になります。で、2番目がその cosx の逆関数であるアップ cosx なんですが、これも
元の関数のグラフから書いていきますと、地域の方は0と π ですね。0と π を反転として F 間となります。で、最後にそのタンジェント x の逆関数であるアークタンジェント x ですね。これは今先に書いた2つの関数と比べるとだいぶその横に平べったいような形になります。こういう外見になると思うんですけれども、この発見の1つは定義域が実数全体ですね。でそれから地域が -π とプラス2分の π を関係とすると今度はこの回復感になります。一応こういう形でこの逆三角関数というのは定義されますので、各自確認しておいてください。じゃあちょっとこの図を描いたところは上の方に上げて若干注意を述べておきます。注意 1.1 というのは教科書の31ページになります。それを見てください。注意点としましては、先ほども述べましたが、その元の三角関数自体というのは1対1関数では
ありませんので、そうするとその合成関数を考えたときにその値が、どういう値になるかどうかというのを注意する必要があります。例えば教科書のその注意点質にあるのは、サインを取ると、これ x になる。でこれはどういうことかというと、もともと x が、まあ、ある角度の、に対する正弦の値 で、それから角度を求めて、さらにその角度のに対してサインを求めるということで、これはその常に成り立つところにまず注意しましょう。なぜかというと、そのアークサイン X というのは、定義域と地域がですね、この必ずその、サイン X の1対1になる部分から定義した関数ですから、そうすると、これサイン X の値を求めて、それに2に対してサインの値を取ると、元 X に等しくなるというのは常に成り立つんですけれども、ところが逆にですね、上の方は常になります。逆に、この x のに対してこのサインの x を求めて、それを今度はアークサインで x で元に戻したときに、この x になるかどうか、等しくなるかどうかっていうのが問題なんですが、実はこのアークサイン x っていうのは、角度が、この地域で見て分かりますように、マイナス2分の π から2分の π を取ることを前提にしていますの で、この公式を解くのは、その最初に与えた x が、マイナス2分の π と2分の π の範囲内に存在する場合に限るというようなことがありますので、三角関数と逆三角関数などをいくつも合成する際には、その x がどの範囲の値を取っているかというところに注意してください。これは、コサイン x の逆関数ですとか、それからタンジェント x の逆関数についても同様のことが言えます。大体皆さんですか。ということで、一応そのちょっとなかなか時間かかったのですが、その微積分を始める上にあたって、こうまず準備として、こう実数のことですとか、それから関数のことですとか、あと曲面のことですが、それから連続関数のこと、さらには初等関数でやってきまして、ようやくこれで実際に微分をやる準備が整いましたので、微分法に入りたいと思います。
教科書ではその33ページに入りますので、そちらをご覧ください。で、微分法の最初のところでは、まずその微分係数と導関数についてやっています。で、その中で最初にまずはその微分の定義から入っていきましょう。一応教科書の方ではこうつらつらつらと、式が出ていて、文章の中でこれこれを F の微分係数というか、それから微分からであるというとかいうふうに書いていますので、一応ノートに書く際には、一応まあ定義という項目をつけて改めて書きたいと思います。教科書ではその33ページのこう文章で書いてある内容から一つ一つ項目項目と言いますが、まず関数 y イコール fx というのを考えまして、これを α と β を観点とする体育館で考えましょう。出ていきたいというのをします。で、この時この F が点 A というのは x イコールですか。で、この A というのはこの書いた i の中の A なんですが、この x イコール A で B において、微分可能である。これは多分皆さんすでに高校でやっていてるのでご存知だと思いますけれども、H を0に近づけていったときに、F の A プラス H からと F の A を取ったものを、まあ、H では確かにですね、この極限値が存在する。黒板の下に来ちゃったので、この続きに書いてもらいたいんですが、この下の続きに書いてもらいたいんですが、この時、この値ですね、この極限値を
F'A もしくは F'A ですね。英語だとこの記号はプライムで表すというような感じのようですが、F'A で表して、F の点 X イコール A における微分係数。基本的な微分の定義ですね。まずはそのある点で微分可能だということを定義します。まずそうしますと、先ほど連続関数を考えたときに、まず点ある点での連続性というのを考えて、それから今度は区間ある区間内での連続性を考えたように、微分数でも同じようにまずある点で微分可能であるということを考えると、今度はそれをある区間に拡張して区間内で微分可能であるということを考えます。そうしますと、その区間 i で微分可能ということになると、今度はそれが微分係数が x の関数で考えることができて、そこで同関数という考え方が導入になります。で、次の定義は、やはりその教科書の33ページに、書かれてある文章から拾ってきたものなんですけれども、まず最初に F が開花範囲によって微分可能である。もちろんこの時その F はこの考えている区間 i で定義されているものとしますが、この区間 i で微分可能であるという言葉の定義は、F がこの区間 i の各点において微分可能である、ということを言います。だから考えている区間の全ての点で微分可能であれば、その関数は区間内で微分可能というわけですね。で、今度そうしますと、その F が、その、回復間 i において微分可能であるとしましょう。そうしますと、この回復間 i の各点によってその F の微分係数が定まるということになりますね。でそうすると、回復間 i の
こう X がこの点では微分係数がこのぐらいで、この点では微分係数がこのぐらいでっていうふうに、その微分係数がその区間 I で その X の関数として表されることになる、それからすぐ分かると思います。でこの時にそのように I において関数F プライムという関数をどのように考えるかというと、まあ、この先ほどの微分係数の定義ですね。ただし今度はその X はこの区間 i の任意の点として、そうするとこれが x の関数になるというふうに変わるわけです。でこれに変わります。で、この関数 f をということで、一応、まあ、くどいようですが、このストーリーをもう 3回目ぐらいに申しておりますと、ある点で微分係数を定義する。で、今度はある区間で、その区間でこう微分できるという概念を作って、で、そうしますと、微分係数というのが、その区間I での X の関数であるということで、その関数のことを F の導関数と呼ぶというのが、まず、導関数の導入のストーリーです。時計の取り方は単純にそのある考えている点 x イコール l の両側から極限を取っていますけれども、と極限を取り方がですね、その前やったように右から極限を取るとか左から極限を取るとか、ちょっと特殊な操作をする場合もちょっと当然考えることができまして、でそれについてはそれに応じたその微分の定義というのができます。ミートクエンチを取ったり、ミートクエンチとか、左ミートクエンチを取ったりして、やはりその名前をミートクエンチとか、左ミートクエンチという名前になりますので、これその定義も書いておきましょう。もう少し先の36ページに書いてありますが、一応、まあ、同じような普通の微分と同じような概念ですので先にやってしまいますですから、ちょっとこの辺は教科書と進み方が前後しますので注意してください。まずその、まあ、微分係数の定義式ですね。
BQS の定義式においてその極限の取り方をその右ですとかもしくは左側からの極限に置き換えるということがで、置き換えた極限にしていただかないと。右からですと、この H が、プラス0ということなんですね。これで右からこう近づける。これが右から近づけた場合ですね。で、一応カッコ書きで左側から近づけた場合も書いておきましょう。で、一応ここの文章の中ではその右側からっていうのを全部ここの上に書いておいて、で左側からっていうのを全部カッコ書きで書いておいて対応付けるようにしますので、でそこに注意してみてください。で右からだと、まあ、こういう右からの曲面と、左側からだとこの左からの曲面と、こういう式になっています。で、まあ、こういう曲面値が存在するときに、右からの曲面値が存在するときには右行きですね。で、左側からの曲面値が存在するときには左行きで可能であるということです。で、今ちょっとこの続きが右側の場合にしまいますけれども、右もしくは左右の可能であるところに、この右の位置を、x イコール a に置ける、右微分係数もしくは括弧空きで左微分係数と言います。ただまあですのでまあその極限の取り方を右から取ったか左から取ったかということで、まあ、言葉も言い換えるということです。でそうしますと、その、まあ、X が まあ、ある点 A において右とか左部分の可能であるという概念を作りますと、当然今度は区間内で右部分の可能であるとか左部分の可能であるとか、まあ、そういう概念を定義できます。まあ、ちょっとそこはここでは省略しますけれども、そのように同様に考えることができまして、で括弧2番はその
そのようにして、A から、マークから、まあ、I にかけて、まあ、右部分、もしくは左部分考えるとき、そうすると、それまでやったように同じようにその導管数を定めることができます。で、関数という名前としては F プライムプラス、右部分のときは F プライムプラスで、左部分のときは F プライムマイナスというように。先ほど定義しました導管数Fプライム X と同様に定めます。で、まあ、このようにして定める F プライムのプラスとか F プライムのマイナスを、まあ、それぞれ F の右からの場合に右導管数左からの導管数の場合にはやはりこのように左導管数ということにします。まあ大体そんなに言葉としては難しいことじゃないと思いますので、まあ打つのは大変、場所を打つのは大変だと思いますが、まあ、打ちしてしまえば、まあ、なんとか理解できるかなというふうに思います。で、それで、一応ですね、今、単なる導管数と、それから、右の導管数とか左の導管数っていうのを、やって、あと、まあ、微分可能っていうことをやったので、まあ、それらについて一応、それらの関係ですねを一応注意しておきます、確認しておきますと、この微分が x イコール a において微分可能であるというときにのその同値な条件としては、同値な条件としてその右の微分もしくは左の微分については何が入れればいいかというと、まあ、F が、X イコール A において、右と左両方の微分係数を両方持っていて、かつ、それらの値だから、それらの
ち、その右の微分係数の値と左の微分係数の値が一致しているというのが、この F が X イコール A として微分可能であるための必要条件です。ということが関係がありますので、確認してください。ということで、一応今こういう性質を述べたのですけれども、じゃあ実際にそういうことをですね、確かめられるその例題がありますので、ちょっとその例題を見てみましょう。教科書の37ページにあります例題 2.18.1 です。当たり前ですけども0になりますよね。でそれが、x イコール0における関数 f の値と一致するということをきちっとそういう議論を積み重ねて fx が x イコール0で連続である、そういう結論に持っていくのが、数学の問題の解き方ですので、これは非常に単純な例ですけれども、まずは単純な例からこうきちっとこういう答え方ができるようにで、その上で、じゃあ今度は微分可能性について、調べますと、ここでは直感的な話にとどめておきますけれども、じゃあ
x イコール0への微分係数ですねを考えますと、一応これ左の微分係数も右の微分係数もありますが、左の微分係数を見ますと、これはx が0左の分では y イコールマイナス x という直線ですから、そうするとこの0によって左の微分係数はマイナス1ですね。ところで、じゃあ右の微分係数 x イコール0における右の微分係数はどうかというと、右では0より右ではこの関数は y イコール x ですから、そしてこれは1にということで、この両者が異なるわけですね。ですので、この fx という関数が x イコール0において、連続なんですけれども微分可能ではないというような例です。一応こういう左の微分係数と右の微分係数が異なるような点の例を挙げてみましょう。さて、以上で大体まず微分の定義が終わったところ で次に、じゃあ微分可能な関数というのはどんな関数か、もしくは微分可能な関数というのはどのような形で表せれるかということについてちょっと触れておきたいと思います。その微分可能性に関しては定義が1個入ってありまして、これは教科書でいうと教科書35ページの定理 2.1 というのがありますので、ちょっとそれを見てみましょう。まずここではその定理がどういうことを書いている、どういうふうに、定理ですね、定理の文章そのものをだーっと書いていきまして、それからその定理がどういう意味のことを説明しているかということを順を追って見ていきたいと思います。でまず、定理の内容からなんですけれども、関数 y イコール x が点 x イコール a において微分可能で、ことの必要十分条件としてちなみにちょっと余談なんですが、前回このギリシャ文字の筆順の話をしたので、ある人からその筆順に関する資料をこう提供してもらいました。でちょっとまだそのですね、その元図の出典がまだよくわからないので一応探していますけれども、もし、その辺がわかりましたらまた皆さんにお知らせしたいと思います。
あの提供してくれた人にどうも感謝申し上げまして、それで、まあ、どういう性質を持つ関数かということなんですけれども、まあ、大体その最初を見ると、大体ちんぷんかんぷんなところもあるかもしれませんが、まずは、なんでしょうね、お経を写すわけじゃないですけれども、ちょっと写してからこう考えるというタイプの必要な場合もあります。で、丸一番としては、この πt というのは、t イコール、t イコール0の均衡で、定義されていて、t を0に近づけたときに、t が0に近い。でかつ、π の0における、0における π の値は0。まあ、こういう性質を満たすと。まずこの π がこういう性質を満たすというのが条件1で。それから条件2は、十分小さな値ですね、正の実数なんですが、まあ、十分小さな正の実数で存在して、でこれデルタ x っていう一つの量なんですけれども、この大きさがそのデルタよりも、全体値がデルタよりも小さいようなデルタ X という量を考えます。これを満たす、すべてのデルタ X に対して、でここでその元の関数 A が出てくるんですけれども、それを A プラスデルタ X が FA ですね。FA プラスある定数 A かけるデルタ X プラスこの1番で出てきた π のデルタ X。こういう関係式がないです。もう一回見ますと、その要は、まあ、このデルタよりも絶対値が小さいすべての、量、こういう辺からですね、このデルタ X に対して、この F の、この A の、まあ、非常に近いところで、F の値というのが、その FA に、その、ある定数 A のデルタ X 倍、プラス、この1番で出てきた、この関数 π。という、ふうに、この、F の近くで、A の近くで、X イコール A の近くで、この関数 F を、まあ、表す、もしくは記入することができる。いうのが、まあ、ここで書かれている定式です。さらに、すみません、さらにこの時、定数 λ
ラージ A というのは実は、X イコール A におけるあの F の微分係数に等しいということになります。これだけ聞くと、その何を言ってるんだか、ちょっと理解に苦しむ、人もいるんじゃないかと思いますが、ちょっとこれだけで内容がよくわからないという人はどのくらいいますか？はい、わかりました。じゃあ、なるべく一人でも多くの人が 内容を分かって帰れるように、残りの15分ぐらい頑張れると思いますが。まずちょっとこの一番下の式をですね、少し見てみましょう。
ということを言っています。さて、じゃあ一応ここまでは皆さんに分かっていただいたとして、じゃあ そういうものがですね、そのどうやって導かれるか、その微分の定義からどういうふうに導かれるかというのをちょっと見てみたいと思います。と今はですね、y イコール fx が、まあ、x イコール a において、微分可能である。で、これをですね、先ほどやりましたその微分可能の定義に基づいて、定義から書きますと、まあ、H を0に近づけるときに微分可能性ですから、この F の A プラス H マイナス F の A を H で割ったこういう量を書くんですよね。で、Y イコール FX の H イコール A について微分可能っていうことは、あの H を0に近づけるときにこの式が、まあ、ある極限値を持つということを言っています。で、まあ、これを、まあ、仮に、まあ、FF の種類と書いてあるんですね。だから、まあ、とりあえずここは今なんかある定数だと思って、H を0に近づけたときにこの式がある定数に近づくというのが、まあ、微分可能の定義ですよね。で、そこで、で、まあ、ここ近づくということからですね、その、これをちょっと書き換えますと、これをなんか統合で結びたいんですけれども、本当はこの統合っていうのは本当は成り立たないんですよね。本当はこの値っていうのは この値とは等しくないんだけども近づくっていうことで言ってるから、そしたらその等しくない部分を、まあ、適当になんかこういう関数で表してます。だから、この値、この数が、まあ、ここに近づくということは、本来は等しくないので、その等しくない部分を、この RH という関数で、まあ、補って、そうしますと、この F が微分可能のときには、この H を0に近づけていくと、RH というのは H を0に近づけていったときに0に近づくはずですね。そうすることで、H を0に近づけていったときに、まあ、この右辺が F'A に、まあ、近づいていくということを表せるわけです。だから、まあ、F が Y イコール X イコール A について微分において微分可能であるとすると、こういう RH がなんか あるはずなんですね。あるはずだというふうに言えるわけです。で、そこで、この両辺を、まあ、H 倍しましょう。そうすると、この式の両辺を H 倍すると、H 倍の A プラス A プラス H 倍の H 倍の RH、まあ、こういう形になる。まあ大丈夫。しますと、F の
A プラス H が、ここですね、ここの FA、マイナス FA を2部辺に移行しますと、FA プラス H 倍のプラス A プラス H 倍の、RH に、なるんですけれども、ここの最後の H 倍の RH をスモール R の H というふうに書き直しておきましょう。そうしますと、ここに注目しますと、H 倍の RH はスモール R の H と書いておきました。で、これを与えられたラージ RH について解きますと、これラージ RH、もともとあったラージ RH というのは H 分のスモール RH となります。で、さっきこの F の微分化を出会った時にこれはこのラージ RH についてはこの極限の式が成り立ちますから、もう一回書きますと、ラージ RH が0ですから、そうすると、これとこれ等しいですから、これが成り立っているわけです。で、ということで、実はこれ見ますと、先ほどのこの定理 2.1 に現れたこの式ですね、この式、非常によく似たというか、同じ形のものが実は現れているといいます。ことが分かると思います。ですので、ちょっとこれは形式的に式を勉強させていったんですけれども、その微分可能性の定義から、こういった形の式を見ることがまずできるというところを確認しておいてください。で、あと、もう一つは、この一番最後にあったですね、この部分ですね、この部分の式なんですけれども、この部分の、この RH という関数、これはよく、もちろん H を0に近づけると、0に近づけるんですけれども、この式は何言ってるかっていうと、この H よりもずっと早く0に近づくということを言っています。この RH という関数は H よりもずっと早く0に近づく。で、ちょっと、このもう大体時間になりましたので、続きは来週したいと思いますけれども、今度はその同じですね、0に近づく場合に、関数や量においても、より早く近づいたり、より遅く近づいたり、ゼロ近づいたり、そういったその近づき方の差をこう扱ったり、あるいはそれをまとめたりとかいうこともありますので、その辺の話を来週全部やります。大体Thank you.